失敗っていうのは恥とかね、減点の対象じゃなくて、失敗を肯定的に利用するっていうスタンスが大事なんだと。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。7月26日水曜日、秋葉原 UDX で FC チャンネルショーをやります。まあ、去年もね、たくさん来場いただきましたんで、今年はさらに増えるでしょうね。楽しみにしています。お申し込みは LINE から。はい、今回は一人なんですけどね、ちょっとこの公開がおそらく7月5日になってると思うんですけど、この2日後に行われるですね、ブタモンの大森社長の失敗セミナーについてちょっと話をしてみたいと思いますね。ちょうど2日後なんでまだ間に合うと思うんで。昨日大阪に24の説明会ですね、大阪説明会に行っていまして、ちょうど4時半ぐらいに終わって、その後ブタモンの京橋店ですね、スカイセブンモバイルの木村社長と森村さんと一緒に、ブタモンで食事をしました。そのブタモンの大森社長がですね、失敗について話す。大森さんっていろんな FC やってたりして、いろんな失敗があってということで、なかなかこれはフリグマのフランチャイズオーガナイザー佐々木さん企画なんだと思うけれども、単純に聞いてみたいなと思いますよね。失敗話だから、皆さん失敗話好きですもんね。このフランチャイズチャンネルでも失敗の話は非常に視聴回数が伸びるということで、失敗セミナーって面白いですよね。藤井先生みたいな、そういうやつだと思うんですけど、失敗から学ぶっていうのはですね、ちょっと深く考えてほしいんですけど、実はね、成功から学ぶっていうのはね、実は危険なんですよね。たまに話をしますけれども、成功っていうのはいろんなものが重なって、最終的には運もあって成功してるっていうケースが多い。再現性が得ないとないんですよ。僕の今までのキャリアを見てきても、僕も成功して失敗してやってきてますけど、やっぱり今の段階にたどり着いてるのは失敗の方が糧になってるっていうのが非常に多いんですよね。普通に自分のこと、自身のことを考えてみても、どこかで成功して、その成功の鍵を掴んで、それをブラッシュアップしてここまで来てるって感じはしないんですよ。だから成功から学ぶっていうのは危ういと思ってます。失敗にはですね、失敗工学とまで言われるような学問もある。ただ畑中陽太郎先生って方がいらっしゃってですね、いろいろ本出したり大学授業されたりしてたんですけど、畑中先生が言ってるのは、失敗は成功の母とかね、失敗は成功のもとって、言ってみればこれに尽きるんだけど、これを学問的にいろいろ研究してて、失敗っていうのは恥とかね、減点の対象じゃなくて、失敗を肯定的に利用するっていうスタンスが大事なんだと。失敗っていうのは新たなね、想像のヒントになるんだって、そういう視点から失敗を見よう。だからどんどん失敗した方がいい。体系的にそこから想像のヒントを得ていくんだっていう、そういう学問です。何冊か本は読みましたけど、大変勉強になるんです。今回、大森さんがどういう話をされるか分かんないんですけどね。できればですね、興味本位では聞かないでほしいですね。興味本位で聞くっていう、それだけでも面白いと思います。大きく授業やられて大森さんでもこんな失敗してるんだっていう、そういう面白さもあるかもしれないですけど、そこだけに納得しないでほしいですね。失敗談ってのは面白いし、失敗には説得力がある、そういう面白話を聞けたっていうんじゃなくて、そこで止まっちゃうとね、あ、こうやると失敗するんだっていう、それを理解するだけだと、そこで止まってしまって前に進まないんだよね。失敗コレクターみたいになったって、失敗コレクターになったらそれが成功するかっていうと、それは違うんですよ。だから失敗話を聞いて、どうやったらうまくいったんだろうか、自分ならどうするんだろうかというね、そういう視点でこの失敗話を聞いてほしいと思いますね。大昔このフランチャイズチャンネルで紹介した本があって、企業バカという本があります。今はさすがにこれ Kindle 版とかにはなってなくて手に入んないのかな。渡辺仁さんっていうのが書かれた、僕はこれ名著だと思います。企業で成功するね、1500人に1人っていうね、ちょっとオーバーだろうと思うとこあるんですけど、企業での失敗っていうのが2巻に分かれてて、その中にフランチャイズもたくさん入ってます。渡辺仁さんがね、そこで語ってることとして、このフレーズを覚えてほしいんですけど、バカは成功に学び失敗し、利口は失敗に学び成功する。これが非常に深い言葉なんですね。バカは成功に学び失敗しっていうのは、バカは他人の成功を見て、あ、これ俺もできんなと思って真似て失敗する、こういうケースが非常に多いんです。今度利口は他人の失敗を見て、そこで気づきを得るんだよね。自分だったらこうしてこうやってうまくいかせるな、これが利口だと。これは僕に非常によくできたワンフレーズだと思いますね。このもう一回言いますよ。バカは成功に学び失敗しね、利口は失敗に学び成功する。これを胸に刻んでですね、大森さんのセミナー聞いてみたらいいんじゃないかなと思います。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト、豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、